世界遺産の熊野古道風伝峠を越えてきた霧は、登ったばかりの朝日に照らされて紅に染まり、コスモスが咲き誇る麓の集落にゆっくり下っていきました。風伝おろしは隣接する熊野市紀和町の盆地で、夜間に発生した霧が風で流されて現れます。昼と夜の寒暖差が大きく、数日の間に雨が降った風が強い日に発生しやすく、条件が揃えば一年中見られますが、秋から冬にかけてが最もよく見られます。一年に30回以上も風伝おろしを撮影しているという美浜町の柴崎博也さんは、今日は霧の量も多く素晴らしいと笑顔で話していました。